はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ジョネさんの、はい、見たことある方もね多いと思うんですかね。はい、いやいや2号機からのねあまりはっきり言えないですけどね、版権の問題があるかもしれないですね、DB01 ですねと私のファイヤードラゴン風味のマンタレーね一緒に走ってみたいと思います。パワー操作はほぼほぼ一緒だと思うんですがね、画面向かって左側のね DB01 のお客様のやつですね、見てもらったら分かる通りのね、あのタイヤがねだいぶ減っておりますので、だいぶ私の方が有利なんですけどもね、まあ、あの楽しくね一緒に同時走行してね、まあ、自由に走るのを後半にちょっとね、やってみようかなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
いきますよ。はい、まあね、ラジコンは頭とね、精神でする遊びというね、見本のようなでも私のマシンがね、こうぐにゃぐにゃなって、結局、このマンタレイ系のシャーシね、ダンパースク、メインシャーシともにね、シルバーアップで開発いたしますよというね、それが原因なんですね。ダンパーをね、すごくいいダンパーですね、オフロード用のアニアム系の一番最高級のね、いいものをつけてるんですけども、結局それをね、受け止める、ダンパースクがね、ぐにゃぐにゃ動きますのでね、そちらの方のショックも吸収しないといけなくなっちゃってるんですね、ダンパーはね。なので、ちゃんとね、ここはね、こんな感じでね、映ってるかな、こんな感じでね、ぐにゃ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 こう動きますのでね、ここら辺の開発と、そしてね、メインシャーシがやはりね、軽いというか、剛性は多分十分なんでしょうけどもね、今のマシンに比べるとね、ここのホイールベースがちょっと短い感じがね、いたしますので、ね、そこら辺の開発などやっていこうかなと。という感じでね、DB01 をお手本にいたしましてね、改造してまいりますのでね、シルバークスマンタレーの続報もご期待くださいということでね、このままエンド行こうかな。ただ今回一緒に走りたいでありがとうございます。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、Twitter のフォローよろしければね、サブチャンネルで今ギレンの横でね、ゲーム実況もやっておりますので、そちらの方も登録よろしくお願いいたします。それでは、さよなら。